スズミグ雲は、節足動物モンバサミカクアモンクモツナクモモク。小金雲カに属する、やや大型の雲である。大柄なドーム状の網を張る。南方系の種で、本州南部以南に分布する。東京部は、褐色で卵型。足は、しっかりしていて、まばらに剛毛がある。全体に、褐色で、関節ごとに、色が濃くなっている。メスは、腹部は、卵形で、 丸々としている前方がやや幅広く、その背面前の方に一体の円錐形の突起がある。この突起より前の部分は色が薄く、突起後の部分は濃く色づき、その中に白い部分が複雑な模様となって入り込む。この部分の色は褐色が標準であるが、個体によっては緑っぽいものや赤いものがある。円錐の突起は、 半分が濃い色で半分が白に塗り分けになっており、背面から見ると腹部全体が人の顔、突起が人の目のようにも見える。オスは全体の形がメスに似ているが、大きさははるかに小さい。メスの体長は14ミリメートル、オスは4ミリメートルくらいである。網の前傾、スズミグ雲は小立ちの間などに差し渡しが80センチメートルに達する網を張る。網は ドーム状の膜状部分を上下に引き回された糸で支えたものである。その点では、サラグモ類の網に類似している。全く異なるのは、サラグモ類の網では、膜状部分は不規則に重ね合わされた糸でできていて、隙間の目立たないものであるのに対して、スズミグモのそれは、比較的太い糸が格子状になっていることである。つまり、全体が例えば魚網を、 ドーム状にしたような形になっている。クモはその中央、ドームの奥に、下からぶら下がっている。この網は、糸が格子状に交わっていることから、縁網の変形とも考えられるが、粘液のついた糸は貼られていない。稀にクモのいる、位置の周りに円を描くように白帯が貼られる。オスは、メスよりずっと小さい網を貼り、小枝の間などに網を作る。時に、 メスのドームの上の方の枠糸の間に小さなドームを作っているのを見かける。乱納は楕円型でやや扁平。秋に幼虫が出てくる。翌年夏に成熟する。秋にはいなくなるので、同じような場所を利用して網を張る、ジョロウグモとは季節的に住み分けているとも言われる。上下のシジート部分によくチリーソウロウモが入り込む。稀に網の主が食い殺されることがある。 スズミグモ族の種は熱帯を中心に分布する。日本本土には他に以下のようなものがある。他に南西諸島から追われスズミグモが記録されているが疑問とのこと。ありがとうございます。